現在11人の演技を終わりまして、トップはカナダのシングルとしては世界選手権初出場のシンシア・クールです。同じカナダのエリザベス・マンリーが登場いたしました。ショートプログラムを終わって第8位です。とっても難しいあのショートプログラムではトリプルルッツの技を入れまして、転倒しっていうのか足をつけちゃったんですよね。彼女は馬力いっぱいでとってもに、ね、とってもジャンプが高い選手ですね、はい、ここです。トリプルルッツ、残念でした。去年は地元の、まあ、この人は本当オタワの中のオタワの出身ということで、大歓声の中で素晴らしいフリーをしたマンリーですが、昨年は第8位でした。もう一つのトリプルジャンプがダブルループになりましたね。やっぱりあの大技でいきなり失敗すると、はい、ちょっとなんかこう自信をなくしちゃうっていうところがありますよね。もうカナダのチームは来日してから10日以上経つんですけれども、随分練習も私見ましたけれど、去年までに比べるとこの人はジャンプは進歩してますね。そうですね。ただ若干その日によって出来にムラがあるんじゃないかというような気もいたしました。のカナダチャンピオンとしてのやっぱりあの責任感というものもありながら一生懸命やってるんですけどもね。去年まではカナダと言いますとスピンの上手いケイ・トムソンがずっと頑張ってきたんですが、身長もそんな高くないんですけど、本当ジャンプは高いんですよね。背の高さは154センチです。ちょうど渡辺恵美さんと大体同じくらいですね。綺麗でした。裏アクセル、オープニングのトリプルルッツばかりに力を入れて他のトリプルジャンプがね入ってないんですよね、あまり。だからもうダブルアクセルしかないって感じで、今年8月の誕生日が来ますと満20歳になります。カナダのエリザベス・マンリー、ショートプログラムを終わって第8位。現在のところ同じカナダのシンシア・クールが総合でトップに立っております。なんか残念だったって感じしましたね。これですね、トリプルルッツ。なんか男性でも難しい技ですが、降りて滑っちゃったんですよね。ちょっとこう油断したのが早すぎたって感じがしますね。これがすごく高い綺麗なダブルアクセル、まず技術点です。 5.1
5.0、5.2、5.1、5.2、5.2、やはり5.2、トリプルルッツの失敗を含めてところどころにミスがありましたので、フリーだけでは現在のところ第4位の得点、しかし総合ではトップに立ちました。5-2